遠い昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。あれは怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。わざわざ大勢で集まって住むなんて、昔もこの辺りは危険だったのかな。否定。集団で住んでいたのは土地の不足による経済的な理由。人間って変わってるな。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。お前たち人ってない。世界の情報だな。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。ごきげんよう。いい天気。今日は。以前も壊れて
ういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。理由不明。まるで集められているような感じですね。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。真似しているだけだよ。破壊しましょう。
ドロイド？違う、こいつ機械生命体です。蹴りをつけましょう。横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は？これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。司令部との通信できるようになりました。
9S からバンカーへ応答をお願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。
砂漠の機械どもを倒してもらえて助かったよ。ありがとう。あんまり無理しないよ。ああ、君たち砂漠の資材が入手できるようになって助かったよ。つまらないものだけど、これを俺に取っておいて、何か入用の時はここに立ち寄ってくれよ。何か交換していくかい？これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？確かに、一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。
オペレーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ 2B、 砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。